世の中の人は時間がないと、いや、そもそも時間があるや時間はないは何、もし自分が多忙と言い張って、じゃあ自分自身、イーロン・マスクと比べてみ、あなたは本当に多忙、そのレベルまで上げれる世の中では1割も満たさない。だから自分もあなたも現在多忙と言えない。でも時間がないから忙しい。人間は興味や優先があるもの、時間を積極的に削ぐ。つまり忙しいより興味が〇〇さんを優先していないだけだ。ただそういったの事実、人に直面に言うの、非常に人に不愉快を与え、だから人は時間がない言い続けて、ただその嘘ずっと重なっている。その分罪悪感も重なっている。それを緩和するに人は関わりたくない、約束して、しかしその人と時間過ごすの、時間の粗末に過ぎ、そういった罪悪感発症された約束多いほど人の心が愚創感になって不自由になっている。つまりそういった自由ずっと過ごす、今度気に入らない、時間がないではない、きつい言葉です、あなたと二度と会いたくない、馬が合わないから、といったの言葉を追いかける人が自分への期待が失っている。二人とも自由になって、今度やってみて。